ジャックジャヌ続きからやってきます。もうクライマックスだね。創始の盾見ていきます。どうなるんだろう。シャルル、そうちゃん、あとは頼んだよ。フィガロ復讐をでしょ。フィガロ復讐を、俺たちを引き離したあいつらなんて絶対に許すな。完全にキャラに入ってるね。フィガロ殺してやる。メアリー危ない。ヨナガのやつどうしたんだ。あの迫力尋常じゃないぞ。そうちゃん、フィガロ、よくもシャルルを。許せない。許してたまるか。殺してやる、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 全員殺してやる。シスターゴースト下がって。いや危ない、俺の耳切られてない。フィガロやっべえ、殺してやる、殺してやる、殺してやる。あの剣を振り回されては船に近づけませんぞ。汚い声で僕の名を呼ぶな。お前さえいなければ滞りなく終わっていたはずなのに。ああそうだ、ゾールマン、お前だ、お前のせいだ、お前のせいでシャルルが。メアリー、来ちゃダメだ、ジェイコブ死ね。ねえ、なんだ人形。メアリー、この子たち。まあ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 。メアリーが作ったお人形。まあ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 。どんどん集まってきますぞ。つなぎ合わせた死体だけではなく、ただの人形にまで魂を宿らせたのか。孤独なママ、寂しいママ。でもママは一人じゃない。いつも僕たちがいた。ママを守れ、ママを逃がせ。ママを守れ、ママを逃がせ。体しまにゃく、まとわりついてくれ。今のうちです。行きますぞ。この島を出るのです。だけどママを守れ、ママを逃がせ、ママを逃がせ、ママは逃げて。みんな、メアリー逃げよう。ごめん、ごめんね、ありがとう。どけ、どけ。ママを守れ、ママを逃がせ。ママを守れ、ママを逃がせ。やばかった、宗師。何あれ、超危機迫るシーンじゃん。すごかったんだけど。
サオちゃん。大丈夫？安心しちゃった。何をやっているんだヨナガ。まだラストの合唱が残っているぞ。すごかったなんて思ってないからだ。かわいいな。俺ぼっちも1ミリたりともだ。いやかわいいなお前。すごかったのかな。すごかった、すごかったよ。そっか、よかった。君とシャレルのおかげだ。最後の最後まで僕と一緒にいてくれたね。人形のおかげで狩人から逃げ切れたメアリーとゴーストたち。ちょい応答ごめん。島から逃げるために港に停泊していた大きな船に乗り込みました。ですが乗り込んだ船は狩人の船で、結構でかいね。俺もっとこじまりしてると思った。牛の子の兄貴、この船とっても頭がクラクラするぞ。聖書に聖水に性別された武器、ゴーストが嫌いなものがたくさん積んであります。ああ神様、ご安心あれ。我々には強い味方がいます。人間のメアリー、全部捨てちゃってください。今初めて自分が人間でよかったと思えたよ。よし、いらないものは全て海に捨てちゃうぞ。まずはこの分厚い聖書、次にこのキラキラした食材。痛い、つらい。もう袋生きてた。今の声、あ、見て、海にゴミみたいなのが浮いてるぞ。おい、お前らの仲間。どう、あれは10秒後あのゴミの正体に気づいて歓喜の渦となるでしょう。袋、袋だ。あいつ無事だったんだ。すごいぞ。わー、なんて奇跡。あ、神様。10秒も待てないよ、引き上げよう。うん。まさか俺たちの船が幽霊船になっちまうなんて。お、シャルル無事だったね。国から新たな救援が来るまでこの島で耐え忍ばなければなりませんね。でも間一髪助かってよかったね。一時はどうなるかと思いましたよ。ところでシャルル、随分体調が悪いようだけど、君飛ばないトビウオのように活気のない顔をしていますよ。そういうフィガロこそまるで青魚の腹のような肌じゃないか。あ、死んだのか。そういうことか。あそこで死んだらゴーストになるって言ってたもんな。ああ、そういうオチか。面白いな。あ、いいね最後。ゴースト、トースト、ロースト、ゴースト。本当の意味で友達ができたメアリーはとても嬉しそう。戦場ではゴーストたちと人間による陽気な宴が始まったようです。ゴースト、ペースト、テイスト、ペースト。さあみんなで歌おう、ゴーストパーティー。シャルル・フィガロ二人して死んじゃったんだな。じゃあ最後行こうか。ミスれないぞ、楽しい曲だからな。楽しく終わろう。ミスとかないからマジ。これなんだっけ、アミラクジだっけ。アミラクジだー。いけるかな。になる前で歌えや踊れ。
してくださる。この性は一度きり、もうだいぶ出ちゃそれきり。何もせぬ間に腐れりゃ、あっという間におさらば。焼かれる前にお前でもやせ。俺たちゴーストしがない、ゴースト今宵もパーティー、ゴーストパーティー。俺たちゴーストよく嫌い、ゴースト悲しいパーティー、ゴーストさ。めっちゃ楽しい曲だったね。すげえいいわ。で、美月先輩がね、クールな美月先輩がなんか楽しそうに PV 入ってんのがすげえ可愛かったんだけど。いいね。PV のクオリティも良かった。超可愛かった。じゃあ行こうか。最後。おい、そこの問題児ども。あ。僕たちですよね。好き勝手やっていいとは言ったけど、ここまでやるか？すみません。最高だったよ。え？ラストシーンの装置、迫力すごかったし。お前は月さんに似てた。俺が憧れてた人だ。俺さ、月さんが守ってきたクォーツを、俺は守れていないって思ってたよ。でも今日のお前見て気がついた。月さんは好き勝手やった結果、クラスを優勝させてたんだろうってな。人を楽しませるのも喜ばせるのも、みんなに伝わるよう努力してたのも、多分ただただそれが好きだっただけだ。それを勝手に背負われても月さん困るよな。俺も好き勝手やりますわ。ここにいる仲間たちと一緒にさ。海さん、よかったね。うん、さあさあ、やりきった充実感でみなぎっているけど、これから結果発表ですよ。どんな結果だろうと受け止めようじゃないですか。おお、やったじゃん。おクラスよ1位だよ。やったやった。あ、よかったよかった。あ、よかった。なんかストーリー的にアンバーに負けるかと思ったけど勝ったね。あー、よかった。一安心した。いや、個人賞も気になるね。でこうふみさんにこうよかったよって言われた時にさ、もう一人で笑みがこぼれちゃったもんね。はい、よかったって思っちゃった。やっぱいいね、このゲーム。1位、1位だ。クォーツがクラス優勝だ。優勝、クォーツが優勝。おい、立花、もっと喜べよ。あ、スズくん、喜んでる、喜んでるよ。ちょっとスズくん、乱暴にしないで。立花が潰れる、どけ。美月先輩がかばってくれた、ありがとう。あいた、やったね、よかったね。よかった、よかったよ。
よく頑張ってきたね、お二人さん。クロ、1年前秋公園で最下位を取った時、こんな日が来るって想像してた？ああ、想像してたに決まってんだろ！僕も！ああ、好きだわこの先輩たち。俺もだ。我らうぬぼれ三兄弟！もう、うぬぼれじゃねえよ。そうだよ、結果出してんだから。でも、あの時思ってた風景とはちょっと違うな。俺も、クォーツの奴らも、みんな少しずつ成長して、あの時いなかった仲間もいる。あーやったぜ、最高の気分だわ。すずくんはしゃぎすぎ。すずくんその辺で。やめとけ、近づくな。後輩が喜んでんの見んのっていいな。ああ、そうだな。ほほ、もっと優しい先輩。まあ俺は先輩たちが喜んでる姿見るのも最高に気分いいけど。そんなに喜ぶようなことか、クラス優勝。え、負けたくせに喧嘩売ってきたんだけど、こいつらどういう精神してるの？子供のようにはしゃいでいますね。あ、神谷くん、桃梨くん。アンバーが負けたのは俺たちのせいだ。注意さんが負けたわけじゃない。勝っただなんて勘違いするな。やば、メンタルどうなってんのこいつら。やめろ。そうだよな、余計恥ずかしいしな。注意さん。田中右先輩。ネジ先輩、1年前あなたは転化してクォーツ生としてこの舞台に立った。あなたが何を考えているのか俺は分からなかった。今少しだけ分かったような気がする。クォーツの舞台には俺では生み出せないものがあった。大変興味深かったです。それでは。なんかいい人っぽいね。あ、注意さん。優勝おめでとうございます。失礼します。えらいな。少しは伝わったみたいだね、田中右先輩。さあ、お次は個人賞の発表だ。総指入ってるっしょこれ。いや入っててほしい。総指のジャックかっこよかったもん。ああほら、総指銅賞入ってる入ってる。銀賞アンバーのやつか。ちょっと気に入らないけど。で主人公はやっぱり入ってるね。で2年はまあ注意な、強いよな。で菅地先輩と緑川先輩か。残念入んないね、美月先輩は。で3年生はふみ先輩に、かい先輩また銀賞じゃん。やば。あ、すごくない？だってね、クォーツで2年は取れなかったけど、1年と3年はクォーツ2人取ってるからね。どっしゃー、立花が銀賞だ。さすが。今日の舞台見てたら誰だってそう思うよ、お前が金だって。ありがとう。これ少し気づいてる自分どうって。よかった、君が金賞を取れてよかった。なんでだろう、自分のことのように嬉しいよ。いいやつ。相棒が金を取ると嬉しいものだ。お前は橘を押し上げるために頑張っていたんだからな。かいってば、与永君の気持ちが分かってしょうがないって顔してるね。なんていい器たちなんだろう。最高。あいつらのためにも金取らなきゃなんなんだな。俺らよくやったぜ。今日は間違いなくお前が一番だったよ。ほんとほんと、舞台であんなすごいもの見せてくれるんだから。君ってばそこ知れないね。お前には驚かされてばかりだな。おめでとう橘。俺も自分のことのように嬉しい。つうか、夜長の名前ある。あ、やっぱ気づいてなかった。おめでとうだよ、本当に。あ、そうちゃん個人賞だよ。え、本当だ。世のがそうしろ。時に同姓同名いないよね。いねえいねえ、お前だけだよ世のがそうしろ。
全力でぶっ飛ばしてる橘をしっかり支えて、ラストのシーンじゃとんでもねえ盾見せて、最高にかっこよかったぜ。鈴君。なあ、ヨナガ、お前に狩人任せてよかったよ。ありがとな。鈴君、僕ずっと言いたいことがあったんだ。え、なんだ、怖いことじゃないだろうな。ううん、あのね、僕のライバルって鈴君なんだ。俺？橘じゃなくて？もちろん彼もライバルだよ。でもそれ以上に負けたくないのが鈴君なんだ。やっと言える。鈴君には絶対負けない。いいね、青春している。最高なんだけどこいつら。言うじゃねえか、俺も負けねえ、絶対勝ってやる。鈴君、サオちゃん、よかった。フミは今回もお見事、金賞だね。フミさん。あ、どうした、ミツ。フミさんのおかげでいつもクォーツに金があって、フミさんがずっとクォーツに価値をつけてくれている。ありがとうございます。美月先輩がすごい感情的なこと言ってる。やばい、もうなんか全然違うよね、最初の頃と。美津、フミさん、金賞おめでとうございます。カイさんも銀。やっぱクォーツのアルジャンヌとジャックエースはすごいぜ。負けらんねえよな、ヨナガ。うん、俺個人賞にあんま興味なかったんだけどさ、結構いいもんだな。クラス優勝よかった。本当だよ。お疲れ、橘。あ、来た、好感度高いキャラとラブラブできるタイム。お前の金賞みんな喜んでいたな。ヨナガは自分のことのように嬉しそうだったし、カイさんの表情は柔らかかった。フミさんはどこか自慢げで、ネジさんはこんなに楽しいことはないって顔、オリマキははしゃいでうるさかったな。悔しさもにじんでたけど、僕は安心したかな。お前が金賞じゃないなんてありえないでしょ。お前の努力が舞台で一気に花開いてた。こうやって天才って呼ばれる奴らが生まれてくるのかもしれないな。このスピードで成長したらお前はどこまで行けるんだろう。僕のことも追い抜いて遠いところまで行ってしまうのかもしれない。そんなこと。歌は負けないよ、歌はね。ただ入学してから今までずっとそれだけだ。クォーツに縛られているフミさんに自由になってほしかった。でも僕にフミさんを変える力はなくて、お前を頼るしかなかった。もしこれから先同じようなことが起きたら、誰かの力になりたいのに何もできなかったら、その助けたい相手がお前だったら、今回みたいに僕じゃどうにもできず、また誰かを頼ることしかできないのか。そんなことを考えると自分に対して無性に腹が立ってくる。すごい悲しいこと言ってくるんじゃん。なんかこのさ、わかるかな、この美月先輩のこの目がさ、すごい苦しくなるんだよね。どうしたらいいんだろう、助けてくれみたいな、このもがいてるようなこの目がもう辛いです。なんだからしくないな、こんなこと考えるなんて。それだけ今日のお前がすごかったってことだろうよ。人の心を動かすんだな、舞台は。さ、秋公演はこれで終わり。アンバーは、注意はまだ全力を出していない。今日はあの一年コンビを試しただけ。マジで言ってる？マジか。
これからまた厳しい戦いになるだろう。でも頑張りましょうよ、みんなでね。入学してから新人公演、夏公演、そして秋公演、三つの公演が終わった。残りは冬公演と最終公演。ユニベールに残るための条件は、女だとバレないこと、みんなと信頼関係を築くこと、最終公演で主役になることの3つだ。冬公演までの結果で私がユニベールに残れるのかどうかが決まってくる。おい橘、これから打ち上げだとよ。はい。これからもみんなと一緒にいたい。ユニベールで学びたいよ。わあ、わかる。俺も学んでほしい。でも先輩たちもいずれいなくなっちゃうんだよな。それがちょっとつらい。3年生だって次いなくなるわけでしょ。考えたくないな。ゴーストパーティーが解放された。じっくり見たいな。打ち上げ？普通にお出かけだわ。はい。ということで、じゃあ一旦一段落しましたので、今回はここまでとさせていただきます。よかったね。やっぱ青春の1ページ見てるわ、これは。はい。それでは、シアンでした。またね。